この番組は地上波で放送した内容をポッドキャスト用に再編集して制作しています。そのため番組内で流れたリクエスト曲は著作権の関係で削除していますのでご了承ください。それでは番組をお楽しみください。小雪の小雪にリスキリングポッドキャスト。皆さんこんにちは、山川小雪です。今日は二十四節気の一つ小暑ですが、沖縄で小暑というには暑すぎますよね。それでもサラサラと音を立てる願いを込めた短冊の音が涼しさを感じさせてくれます。都心にいると竹なんてこんな七夕の頃にしか目にしないのですが、ロッテリア那覇や草加店には昔から大きな竹が店の駐車場周辺に生えています。私が高校生の頃もあった気がしますが、どうだったでしょうか。今度その当時の店長だった中本社長か現在の長峰徹店長に聞いてみます。私はいつもロッテリア那覇や草加店の店内に着いてからモバイルオーダーでスマホで商品を注文します。テーブル番号を打ち込むのでちゃんと席まで運んでくれるのでとっても嬉しいです。パソコンや貴重品を席に置いてカウンターまで注文を取りに行くのはやはり不安ですからね。さてこのように私たちの周りは便利なものにあふれています。それは機械だったりデバイスだったり、いわゆる文明の機器です。その文明の機器が地球環境に大きな影響を与えています。それで今日はリスキリングの重要な柱の一つ GX グリーントランスフォーメーションにスポットを当てて語ってみようかなと思っています。それでは番組スタートです。リスキリング、先週も少し触れましたが、環境規模で必要とされているリスキリングの GX グリーントランスフォーメーション、これは意外と間近に迫っていて、2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素の実現に向けた経済社会のシステム全体をリスキリングする仕組みを指しています。ここで出てきたカーボンニュートラルですが、地球に放出される二酸化炭素の量と地球が吸収する二酸化炭素の量が同じになることを意味します。つまり二酸化炭素の出入りがゼロになる状態のことです。なぜ大切なのかというと、二酸化炭素 CO2 は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一つです。工場や車、発電所などから排出される CO2 が増えると地球の気温が上昇して気候変動が進んでしまいます。これを防ぐために CO2 の排出を減らすことが大切なんですね。そこでどうやってカーボンニュートラルを実現するかというと、カーボンニュートラルを実現するためにはいくつかの方法があります。太陽光、風力、水力などCO2 を排出しないエネルギー源を使う再生可能エネルギーの利用、これにより石炭や石油などの化石燃料を使う量を減らすことができます。そしてエネルギーを無駄にしないように効率よく使うことも重要です。例えば省エネ家電を使ったり、建物の断熱性能を高めたりすることが挙げられます。それから植林や森林保護、木々や森林は CO2 を吸収して酸素を放出します。植林活動や森林保護を行うことで CO2 の吸収量を増やすことができます。その他にもカーボンオフセット、どうしても排出される CO2 については別の場所で CO2 を削減するプロジェクトに投資することで排出量をオフセット、相殺することができます。例えば植林プロジェクトに資金を提供するなどですよね。
カーボンニュートラルを行っている事例として、例えば EV 電気自動車、ガソリン車に比べて CO2 の排出量が少ないです。再生可能エネルギーで充電すればさらに環境に優しくなります。グリーンビルディング、省エネ設計や再生可能エネルギーの利用を取り入れた建物です。企業の取り組みとしては、多くの企業が自分たちの活動で出る CO2 を減らす努力をしています。例えば製品の製造過程でエネルギーを効果的に使ったり、再生可能エネルギーを利用したりします。皆さんはご存知ですか？これを積極的に取り組む企業がすでに沖縄にもいるんです。地球温暖化対策や環境保護のための具体的な行動を促進するために設立した GX グリーントランスフォーメーションリーグというのがあります。それに参加している沖縄で先進的な活動をしている企業に、沖縄電力、シンバホールディングスなどがあります。画期的だった産業革命の時代がありました。その頃、環境破壊は想像もしていませんでした。私たちが生きる場所、地球を守ることは重要です。そのために社会の活動方法をまた変えていくこともリスキリングの一つなんです。 GX グリーントランスフォーメーション、この言葉を皆さんも覚えてくださいね。皆さん、新聞読んでます？沖縄も本格的に GX グリーントランスフォーメーションに取り組んでいます。その様子が琉球新報の2024年度沖縄予算に盛り込まれている記事が掲載されていました。少し前の2023年12月の記事になります。内閣府の2024年度沖縄関係予算ですが、2022年度から温室効果ガス排出の実質ゼロを目指すカーボンニュートラル実現のための事業として開始した沖縄型クリーンエネルギー導入促進事業は7億3000万円が見込まれています。沖縄県浦添市で進められている水素ステーションの新設事業などの継続事業として、補助率10分の8の補助金を支給されているそうです。私は浦添市出身なので、このカーボンニュートラルの拠点が飯島ということを聞いて、あの一帯には沖縄トヨタや関連してガソリンスタンドなどがあるなと思って、そういえば流石が県内初となる移動式水素ステーション事業を手掛けていることを思い出しました。 GX グリーントランスフォーメーションにふさわしい納得の新しい事業を予測する記事でした。今回はリスキリングの3本柱の一つ、 GX グリーントランスフォーメーションについて語ってみました。少し意外だったのですが、沖縄は GX グリーントランスフォーメーションの取り組みが進んでいる地域の一つとされています。再生可能エネルギーの導入だったり、エネルギーの効率化向上であったり、持続可能な観光、エコツーリズムや地域レベルでの環境保護活動やエコ活動など、地域の特性や課題によって進められていて、全部で沖縄的な、気づいたら GX グリーントランスフォーメーションが着実に進んでいるという素敵な取り組みを、この番組を通して私は強く感じました。それではお知らせです。番組内で使用している BGM は全て著作権フリーの音源を使用しています。番組では番組で紹介してほしいご自身がやられたリスキリングなどをメールで募集しています。メールアドレスは英語で雪という意味のSnow snow@rokinawa.co.jp です。お相手は
山川小雪でした。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。